今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。お元気でしょうか。我々は元気です。はい、元気です。さてさて、あとお二人は塾行ってましたか。学習塾。はい、はい、行ってました。行ってました、はい。どんなとこ行ってました。ある家庭に行ってましたね。あ、先生が家で教えてくれる先生がいて。ああ、そうですね、はい。まあ全く成績が上がりませんでしたけど、私の場合申し訳ない。そうですね。いや、私もあのご家庭に行って、うん、あのひたすらやって帰るっていうのだったんですけど、もう早く帰りたいから適当にやって帰るっていう感じになっちゃってたので、うん、身にならなかった。小学校の時。小学校もそうですね。中高も行ってました。違うところですけどね、もちろん。それぞれ。日本はな、ね。中学校の。ありがたいです。なんか今いろんなタイプの学習塾ってありますけれども、今回ご紹介するのは7割以上の塾生が転塾して成績がアップしたというこちらの企業様です。他の塾で成績の上がらないお子様のために、そんな学習塾を率いる男がここにいる。小太郎塾八つ教室、教室長鴨志田浩二。一新教育グループの個別指導塾、小太郎塾。その千葉県習志野市の八つ教室では、塾生の7割以上が他の塾からの転塾者。この教室に通ってから成績が上がった児童生徒も多いという。中には英語30点、数学10点から始めて有名私立大学に合格した生徒も。成績を上げる仕組み、塾生を集めた方法など鴨志田浩二に話を聞いた。きっかけって何だったんですか。もともと教育に関わるお仕事とかは。いや、全く違う職場だったんですけども、はい、あ、違うんですか。そうなんですよ。全然違うお仕事から教育へということで、はい、ご苦労もあったんじゃないかなと思うんですけど、いかがですか。そうですね、やはりあの生徒を集めるという点ではもう最初は本当に苦労しました。その学校を知っていただいて、で国試から実際に生徒が入ってきてくれるっていうところまでね。なので最初は本当に、まあ、問い合わせがまずほぼなかったという。大体他の塾に決まってる。そうですね。とかそういうことですよね。やっぱり競合するからね、みんなね。ですね。で、本部の作ったチラシをこう折り込みですとか、あとポスティングしたりとか、まあいろいろやっては見たんですけども、なかなかこう問い合わせがなくてですね、もう本当は授業がある時間帯なんですけども、もう私教室で一人ポツンと電話の前に座ったりですとか、という状態が、何ヶ月か続いちゃいまして、はい、でこれはちょっとまずいなと、ということで、教室が休みの時に、集客のセミナーですとか、チラシの、チラシを作るためのセミナーなどに、あ、そっちに行かれたんですね。どうやって集めるかっていうその手段ですよね。待ってるだけではダメだというね。それでどういうところにたどり着いていったわけですか。楽しみだな。そうですね、少しずつ反応が出てきまして、はい、でそこから少し本当に少しずつではあったんですけども、生徒数が増えていきまして、で今は本当に、夏期講習の真っ最中なんですけども、うん、生徒さんによってはお断りするようなところまで状況まで、なんとか今かなりじゃ増えて、そうですね、5年ぐらいですかね。そうですね、そのぐらいですよね。いや、なんとか手応えあり。そうですね。そのきっかけになったチラシ、セミナーも受けられたってことでしたけど、どういうところをこう工夫されて作ってらっしゃるんですか。そうですね、まずはターゲットを絞ったといいますか、はい、で大体うちに通っている生徒さんがこういったところの中学校だったので、はい、そこの生徒さんを対象に、結構こういったことをですね、お子さんが、ああ、次のテスト頑張るから私も言ってた気がします。そうだよね。なので、そういった、ことを言われてる、ご家庭に対して、絞り込みをして、
どんなお子様でもやり方次第で成績が必ず上がりますと。そうですね。これ勉強の仕方っていうのが非常にこうあるらしいですね。そうですね。その一人一人に伝え方を見つけるわけですか、先生たちは。そうですね。ある程度こう教え方というのは決まってはいるんですけども、うん、やはり私ども個別なので、その生徒さんに合わせての対応っていうのができるんですね。はい。なので例えば成績上位の子であっても苦手な単元ですとか、はい、まあ、科目っていうのは必ずあるんですよね。うん、でなのでそこをまあ潰してあげると言いますか、克服させてあげるということもできますし、生徒さんによっては、まあ、例えば中学3年生でも小学校の算数まで戻ったりですとか。あ、そこまで戻るんですか。で数学苦手のお子様って、うん、結構小数とか分数が苦手なんですね。でまずは小学校の内容に、戻りまして、でそこから少しずつレベルを上げていくと、うん、っていうような方向で。俺必ず戻ると思うな、自分が今やり始めて。そう、絶対的に。そうですよね。何人もやっぱりスタッフさんがおられるんですか。今14名なんですけど、はい、どうしても個別なので、うちは1対2、講師1名に対して生徒さん2人まで、1対2の個別指導なんですね。基本的には褒める方向で、もう少しでもこう変化があったりですとか、今まで解けなかった問題が解けたりした場合、もう講師が喜んで褒めて。勉強をたくさんするためにこう、はい、なんて言うんでしょう、やつ教室の特徴が。そうですね。まずうちの教室は他の塾さんから の転塾っていうんでしょうか、されてる生徒さんが非常に多いんですね。あ、そうですか。そうなんですよ。で一時期多かったのが、生徒数の8割ぐらいが他の塾から移動した生徒さんが。あ、そうなんですか。それはいろんな口コミだとか、どうしてそういう現象が起きるんだろうね。まあいいことで、ありがたいことですけどもね。そうですね。今ちょっと落ち着いてきて7割弱ぐらいですかね。それでも半分以上は。そうですね。良さっていうのは伝わるんでしょうね。どうなんでしょうか。どこにそのね、良さがあるか知りたいですね。レースみたいなのをしてるっていう話は聞いたんですけど。はい、はい、そうですね。こちらの学習塾、はい、ナンバーワン選手権といいまして、はい、学習時間ナンバーワン選手権、はい、そうですね。色鉛筆でいろんな色が塗られてますけど、そうですね。各科目ごとにですね、はい、色を決めてもらってですね、はい、学校の、授業時間以外の勉強ですね、うん、っていうのを10分やったら1マス。あ、10分で、いいですね。10分っていうのがまた塗りやすくて。そうですね。この子はでも数学が多いよ。ババババって。本当だ、ブルーが多いですね。数学ってやっぱり一番勉強しないとできない、忘れちゃう、我々でいう腹筋みたいな存在ですかね。スポーツでいうところ、そうです、まあ、でもすぐできるようになるんだけど、一番落ちるんだよ腹筋ですか。そうなんですね。なるほど。イメージ的にはそうかもしれないですね。なんか常にやってないとあれみたいな、でもやっぱり全科目そうなのかな。そちらの方は英語が。英語ですね。あ、本当だ、生徒によって塗り方も違う。そうなんですよね。面白い、なるほどなるほど。まあ、これをやることでですね、各科目のバランスというのが、はい、そうですね。そうですよね。これはね、本当パッと見てそれを思いましたよね。ですよね。でもちろん競争、まあ、順位付けをしているので、競争ができるので、まあ、やる気といいますか、を上げることが目的にもなりますし、まあ、チラシの裏にも保護者の方からの、お声も載せさせていただいているんですけども、結構好印象といいますか、手書きのリアルな声がたくさん載ってますね。そうですね。なんかこう今年人気の本、まあ、ビリギャルなんて映画化されましたけど、どうですか、小太郎塾通ってらっしゃる方で、やつ教室の中で、今まで全然勉強できなかったのに、はい、こんな高校にとか、そういう例ってありますか。はい、そうですね。うちの生徒でですね、中学2年生の
学年末あたりに、うん、いらした生徒さんなんですけども、はい、英語が30点台、うん数学が10点台だった生徒さんがいたんですけども、はい、その生徒がですね、まあ、少しずつ、点数を上げていきまして、はいでまあ、今年の春にですね駒沢大学に、合格しまして、まさにリアルビリギャルみたいな感じですね奇跡的なあれだ、お母さんも本当に奇跡ですと、おっしゃっていただいて大変じゃないですかそうですね塾に通ってみんな楽しく来ますかそうですね楽しんでますね楽しんでますか、それが転塾が多い秘訣というか理由なのかもしれないですね。いいですね。個別指導合ってるかもしれないですね。私たちは個別の方が多分ね個性派なんでなんて黙って聞いてるかもしれないですね。本当にね個別伝えながらね、はいはい。最後になりますが、はい、鴨志田さんの格言をお願いします、はい。やる価値のあることはたとえ最初は下手であっても、やる価値はあるというのがありまして。あどういうことでしょう分かってるような分かんないが僕はやる価値のあるものはそうですね、まあ、誰でも最初は下手なんですよね、うん、できなかったりとかあるんですけども、はいはいやらなかったらずっとできないじゃないですか、はいでまあ、その最初の一歩を踏み出すために、まあ、その言葉をなるほどですね、子供たちにもそういうのは何かこう塾のあれとして書いてあったりするんですか？特には。あ、特にはないですか。でも今後ともやっぱり子どもたちのためによろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ。ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。私お部屋をかっこよくしたいなと思ってて。かっこよく、はい、そのために照明って一個大事な要素かなと思うんですけど。照明とかさ、はい、ムーディーに作ったり。そうですね、好きな人できたの？え、いや、そういうことじゃない。常にいますけど、どんなこだわりを持って照明選んでますか？あ、照明はね、でもマンションだったらマンションについてるものを使うし、自分のテーブルだけはこう動かせる、どこにも動かせる、一番手元が欲しいときは手元にして、デスク用のライト、デスク用のライト、ね。私照明結構好きなんですよ実は。でなんか今お部屋についてる照明が、うんうん、なんかこう電気つけると上にお花型がこう浮き出る。あ、ライトが映るっていうこと。あのそうです、お花の光が出るっていう、ね、はい、照明でちょっとテンションが上がってるんですけど、照明の話ということで、はい、どんな照明を。いや、 やっぱりかっこいいのもいいんですけど、はい、でもこれからの時代やっぱり省エネも考えていかなきゃいけないかなと思ってまして、はいはい、続いてご紹介する企業様は最善の省エネ省コストを実現するためにより付加価値の高いご提案をしています。こちらの企業様です。節電で日本中をもっと明るく、もっと元気にしたい、そんな思いから照明業界に新たな火を灯す女性がここにいる。プライムスター株式会社代表取締役社長下田千代。省エネ省コストの LED 照明に未来の可能性を感じ、金融業界から一転 LED などの照明器具の製造販売を行うプライムスター株式会社を立ち上げた。次々と新しい商品を開発し、用途や環境に応じた省エネ・省コストの照明を提供している。また各メーカーの製品比較から節電対策の紹介、カスタム製品の製造まで、明かりのコンシェルジュとして活躍の場を広げている。そんな下田千代に話を聞いた。もともと LED のお仕事、実は全く畑違いのところでやっておりまして、もともと銀行員
だったんですね。全然違います。そうなんです、はい、銀行で、うん、証券アナリストの仕事をしてまして、はい、要は株がですね、うん、どうなるかとか、その企業業績がどうなるか、産業はどうなるかっていうのは分析をしたり、うん、調査をしたりというような仕事がメインだったんですね、はいはい、でそれで退職した後に、うん、まあ、同じような仕事でその企業のコンサルティングですとか、はい、まあ、そういったことをメインにやってたんですけども、うん、ある時そのやはりこれも金融絡みで、うん、あるその外資系の LED のメーカーの方がですね、うん、まあ、日本で進出していきたいと、まあ、そういった時に、まあ、販売網をですねどういうふうに作っていくかと、でそれでその M&A をするかとか、うん、なんか会社を買収するかとかっていう相談が来たんですね、うん、で、まあ、いろんなことを調べて、うん、でこのなんか LED っていうのはすごいこう面白いと、うん、要はその交換するだけ、既存の蛍光灯から LED の照明に交換するだけで消費電力、うん、要はエネルギーが半分になるんですね、うん、要はそれは使え割れる方にとっては消費電力が削減する、要はコストがかなり減るというようなことになるんで、あ、これってその少しなんかこうマジックじゃないですけども、変えるだけで利益を生む、まあ、すごいツールだなというふうに思って、でこれは伸びるんじゃないのかなっていうふうに感じました。エネルギーは半分で済むっていう、はい、そうなんです。なので、まあ、工事をする必要もあるんですけども、うん、つけたその瞬間からもう消費電力っていうのがですね、通常はだいたい40ワットか45ワット、こういった長さのサイズ の、うん、蛍光灯ってのあるんですけども、これがですね今置いてるものは15ワットです。だいたい6割強のカットですね。で明るさは、明るさ同じです。同じにできるんですよ、はいはい、すごいですよね、はい、でそれから、はい、まあ、半分ぐらい金融の仕事、半分ぐらいこっち の、はい、仕事っていうことでやってたんですけども、うん、やはり、まあ、きっかけになったのは震災がありまして、うん、ね、はい、で震災の時に、まあ、展示会に出てまして、はい、でその、まあ、ライティングフェアというですね、うん、照明の展示会だったんですけども、まあ、その時に、まあ、それも私どもにとって初めての展示会で、まあ、小さな手作りのブースでやったんですが、まあ、もう本当にひどい経験を、まあ、皆さん日本中全部ですけども、まあ、そういった経験をしまして、で震災前っていうのはその CO2 をじゃあ削減しなきゃと、まあ、企業としてコストカットをしなきゃというようなことが一番の、うん、重要なテーマだったんですけども、震災以降は、まあ、ご存知の通りその電気そのものがないよと、うん、まあ、全て の、 その原発が止まってしまうと、まあ、そういうような事態になりまして、まあ、どうやってじゃあ電気を確保する、うん、どうやって電気を本当に減らしていくっていうことを、まあ、日本全国全員がですねある程度、まあ、考えた時だったと思うんですね。でそれで、まあまあ、私もそのど真ん中にいまして、まあ、これをその中心に、まあ、仕事の中心にしていこうという話を、はい、ちょっと長くなったんですけども、そういうふうに思いまして、こちらの方に一本でやるということで、はい、スタートいたしました。だから世の中そういうふうに、そういう大きなことがあった後に、太陽も蓄電 の、 ソーラーシステムができてね、はいはいはい、こちらがこう LED ができて、はいはい、まあ、大きく変わろうとしてきたんですよ ね、 すね、時代的にもね、はい、なるほどな。今主にどんな商品取り扱ってらっしゃるんですか？はい、今の取扱い製品はオリジナルでは数百種類ありまして、うん、はい、まあ、基本的にはありとあらゆる、うん、照明を取り扱っています、はいはい、代表的なのは、まあ、こういった直感型と言われて蛍光灯型、はい、蛍光灯ですよね、はい、の、 LED になるんですけども、はい、軽いしね、はい、そうなんです、うん、本当に持っていただいて軽いですし、これはですね、もう叩いても象が踏んでも割れないと言われてる、ポリカーボネードと言われる、素材なんですけども、うん、であとはもうこの製品一番特徴があるのはリーチという商品なんですけども、はい、まあ、それ商品名でリーチというものなんですが、うん、はい、こちらはですねブルーライトカットっていう機能を持たせてます。でブルーライトはですね、 LED というのは青色 LED で作られてまして、うん、青色成分というのが非常にたくさん含まれているんですが、うん、例えばパソコンとかスマホとかあんまり見すぎると良くないよっていう話少し出てると思うんですけども、それはブルーライトっていうことが一つの原因だと言われてまして、
照明の場合はですね、直接見続けるものではないので、うん、そんなに心配することないんですが、それでも例えば学校ですとか、うん、病院ですとか、やはりご心配な方もいらっしゃるんで、うん、このランプについてはブルーライトをですね、まあ、2割から3割程度抑えるようなランプで、これは他にはどこにもないです。ないんですか。やっぱり、はい、最初 LED 見た時に眩しいなっていうのはありました。そうです、はい、はい、やはりですね、青色っていうのはすごく眩しく感じるんですね、うんうん、ではい、これ僕が合図すると、あ、そうです、つきますんでいいですか。はい、すごいです、こうやってあーちょっとおーちょっと早すぎましたね。はい、はい、これはですね、例えば粒々、いろんな一般的な LED はですね、横から見るとこう粒々感が出たり、こう暗いところが出たりするんですが、うん、はい、これ非常に我々はユニフォーミティって言ってるんですけども、はい、均一性がですね、はい、非常に優れているランプで、非常に明るく、うん、しかもあまり眩しくない、一般的な LED と比べて眩しくない、かつブルーライト抑制ということで、非常に自慢のランプでございます。自慢のランプでございますって言う。ああ、でも本当そうだな、うん、やっぱり今学校とかで利用が多いですか。そうですね、今おいすか高校というですね、静岡浜松ですね、うん、浜松の高校ですとか、あとは各種病院、あとはですね、うん、ディーラーさんで、はい、ホンダカーズ様ですとか、うん、はい、いろんなところに使われております。導入された企業様とか学校からはどんな声が寄せられてますか。はいはいはい、明るくなって、やはり一番 LED に変えるのは消費電力がどうなるかということになるの で、はい、まず電気代が下がったと、しかも明るくなって良かったと。例えば教室、高校に入れた時は食堂も全部変えさせていただいたんですけども、はい、なんか食事が美味しく見えるようになったとかですね、やっぱ明るくなった効果だと思うんですが、いや明るくは本当になりますね。そうですね。と下田さんは赤坂、東京都の赤坂にセレクトショップもお持ちで、はいはい、セレクト、はい、まあ、ショールームなんですけども、はい、で元々がですね、そのまあ、私ども、まあ、物を作る前だったので、うん、世界中のいろんないい照明を集めて、うん、まあ、我々はバイヤーとしてですね、その買い付けてですね、その、まあ、我々が選んだ一番の商品というようなものをですね、コンセプトに作ってですね、でお客様 その照明選びのコンシェルジュということ のコンセプトでやってたんですけども、まあ、今ではもうオリジナル商品が、まあ、ほぼ全てなんですが、ただ他社様の商品ももちろん取り扱っておりますんで、メーカーとしては珍しいんですけども、大手のメーカー様のですね、他社様の商品も当然ニーズがあったらご販売もさせていただくことになってますんで、あ、はい、なるほど、そういう許可もあるんだね。そうです、うん、なのでお客様のご要望に応じたものをご提供すると、まあ、その中で一番いいと思っているのは我々の商品です。おっしゃる通りです。なので、まあ、比較をしたり実際見たり触ったりっていうことができる、うん、まあ、セレクトショップというかショールームを、うん、はい、展開しています。どんな照明が今人気ですか。はい、いろいろあります。赤坂のショールームでは、まあ、非常にいろんな多数 の種類のものを扱っているんですけども、まあ、電球もですね、いろんな変わった、はい、LED 照明がありまして、まあ、デザインがですね、非常に自由にできますので、うん、まあ、従来の電球型以外にもですね、うん、まあ、非常にそのユニークなものもあるんですね。うん、まあ、私ども基本的には法人の例えばオフィスとか工場とか倉庫用の照明がメインなんですけども、うん、ご家庭でも使える照明の種類も随分増やしまして、うん、ダウンライトですとか、あと玄関のですね、ちょっとこうフットライトみたいなものとか、うん、そういったものも、はい、新発売でやっております。はい、あ、そうか、いろんな使われ方があるんだもんね。そうですね、もう今も全ての照明は今後 LED に変わっていく、はい、と思っておりまして、もう LED に勝てるものがないんだね。やはり具体的に商品が、うん、出来上がるっていうことは、まあ、非常にこうやりがいを持たせてくれるということで、はい、一生懸命頑張っております。以前と全く違う楽しみもそこにあるんですね。そうなんです、そうなんです、本当に目の前にこう工場に行って自分のランプがですね、こうずらっと並んで、エイジングといって、こう出荷前にですね、こう何時間もつけっぱなしのテストをするんですけど、圧巻ですね、やっぱり、あ、これがこう巣立っていくんだなと思うと、まあ、非常に、はい、嬉しい思い出いっぱいです。体育館とかそういうところでもいっぱい使ってますもんね。そうですね、今ね、はい、もうどんどん使ってほしいと思います。なんか楽しそうだな、人の人間付き合いもこう、はい、いろんなことがありそうで、うん、
ライトを通じてね、はい、明かりを通じてね、そうですね、うん、やっぱり喜んでいただけるのが一番ですね、その工事をして、まあ、全てのランプが LED に変わってこうつけた時にパッと明るくなった時に、はーってやっぱりね、工事の方もあのお客様もですね、販売店の方もやっぱこう笑顔になるんで、まあ、それは良かったなと思いますね、うん、最後に下田さんの格言をお伺いできればと思うんですが、はい、格言ということではないんですけども、あの一隅を照らすっていう言葉がありまして、仏教用語というか最澄さんがですね、はい、あの本に記した言葉なんですけども、まあ、一隅っていうのはその自分がいる場所です、はい、で自分がいる場所でその自分の持ち場をですね、あの自分の役割を果たしていくと、まあ、そこをこう光らせることができると、で個人個人が自分の持ち場自分の役割を全うすることによってその光がですねこう伝播して、やがてこう社会全体がこう光で満たされるみたいな、それがこう国の宝だみたいなあの文章があるんですけども、まあ、すごくそれは強化、まあ、光を扱う商売をしているからということもあるんですけども、まあ、それぞれがですね、自分の持ち場で自分の役割を全うし、それが社会全体のためになって、で個々人も会社も例えば世の中もあの、まあ、自己実現できるということは、まあ、非常にあの今の自分にぴったりくる言葉かなと思ってまして、一隅を照らすという言葉最近気に入って使ってます。素晴らしいね、本当にでもあの世の中に光があるからね、みんな楽しくいられるということもあると思うんで、今後とも頑張ってくださいませ、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。ビジネスブックコレクション、この本を手に取ってくれた皆さんも、昇進や転職、あるいは独立のために資格取得を目論んでいるのではないでしょうか。特に資格の中でも宅建、社会保険労務士、行政書士などの難関資格を取得してキャリアアップを目指す人は少なくないはずです。今週のビジネスブックコレクション、おすすめの本はこちら。深夜12時過ぎまで働くサラリーマンでも難関資格が取れる勉強法。この本を書いたのは、自らも宅建、行政書士などの難関資格を多数持っている山田浩二さん。膨大な試験範囲を効率よく学ぶ計画の立て方や、限られた時間をフルに活用する方法など、忙しく働くサラリーマンの資格取得のお手伝いをしてくれる一冊です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。